え、何これ、急になんか怖いんだけど。再起動、連打か、連打だ。再起動、再起動。誰誰誰誰。え、待って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 、あれだ、あの絵描きの、わあ、どここれ、急にホラーなんだが、急にホラーだよ。どこにいるの。音声プロセス、音声データが破損してんだ。音聞こえないのかも。今音声データやったよ。次次次、左足と右足のパーツがないんだ。え、歩けないじゃん。シリウムポンプ調整器も故障。心臓か。ここやったよね。やってなかった。視覚ユニット、目も多分片方しか見れてない。いや、もうつらい。足を取り替える。これね、さっきのシナリオで息子、ドラ息子が盗みに入って、それを止めようとして、すごい優しかった絵描きのおじいさんいたじゃないですか。あのおじいさん亡くなったんですよ。でもそれ、私の選択肢によって死んじゃったのかな。あれ、選択肢によって、もしかしたらおじいさんが生きてる未来あったかもしれないんですけど、でおじいさんが死んでるタイミングで警察が入ってきて、こいつが殺したってドラ息子に言われて、で警察官にね、撃たれたんですよ。そこでムービーが終わったんですけど、多分ここゴミ処理場じゃないですか。処理されたんじゃない、撃たれてね。そうだよね、絵描きの人だよね、この人。絵描きの助っ人してた人、おじいさん、車椅子のおじいさんのとこにいたアンドロイドよ。ほら、もうゴミ処理場だよ、明らかに。ここつらーい。なんか、あ、間違えた間違えた。あ、落ちてる足を入れてんのね。落ちてる足を刺します。廃棄されちゃったんだ。いや、もうなんかおじいさんも目の前で死んじゃってさ、しかも明らかに泣いてたから感情を持ってたね、完全に。このアンドロイドはダメだ。このパーツじゃダメなんだ。パーツによって足入れられるパーツと入れられないパーツがあるんだ。足を探さないといけない感じだ。あ、会社ついちゃったって。マシンガンさん、ありがとうございます。100ミリつなげてくれてる、本当にありがとうございます。サンキュー、ナイスピーツ。お仕事頑張ってね。よいしょ。あ、オンリー配信初めてだよね、しゅんさん。ありがとう、来てくれて。めっちゃ嬉しいです、本当に。いや、これもう本当にね、なんか映画見てるみたいな感じで見れると思うんで、ぜひ楽しんでてください。で、いつもと違う、ホラーとは違うからね、ギャーって叫ぶのはなかなかないと思うんですけど。一緒に映画を見てる気持ちで楽しみましょう。マルチエンディングのゲームなんですよ。だから私が選択するものによって未来がどんどん変わってくるんです。グッドエンド、バッドエンドにも本当にいろんな分岐点があるんで、ちょっと私がどんな未来をね、掴み取っていくのかを皆さんで見届けていただければと思うんですけど、ねえ、なんか怖い、もうホラーだよ。めちゃめちゃ怖いよ、ここ。ちょっと視界がさ、半分しか見えてないから。
怖いんだよ。わあ、ホラーだよ。ジェリコ。ねえ、ホラーじゃん。待ってくれ、ここ本当に怖い。ジェリコって誰？ジェリコを探せだって。ちょっと本当に。めっちゃもう手とか普通に出てる。ホラーもうめっちゃ怖いこれ。パチ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 。え、なんで手動くの？ちょっとちょっとちょっともう本当にやめて。お願いお願いお願い、離して離して離して。やだやだやだ、完全にホラーだここ。やめて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 、なんでそんなことすんの。てかなんでここのアンドロイドみんな動いてんの。同じように再起動したってこと。あ、めっちゃ動いてる。いろいろ見つけないとだ。めっちゃ怖くないここ。実写バイオみたいになってるよね。あ、銀次郎さん来てくれた。銀次郎さんありがとうございます。こんばんは、ようこそ。デトロイトビカムヒューマンやってます。ちょっと今ね、明らかにアンドロイドの排気場みたいなところから脱出しようとしてます。ホラーなんですよ完全に。ダメだ。自分の型番と合うやつ探さなきゃいけないんだ。ダメだ、これもダメだ。どこにある。ちょっとね、これがね作動しないんですよね。手当たり次第に探さなきゃダメっぽくて。じゃあもう怖い、本当にやめて。本当にそういうのやめて。なんで引っ張んの。あの足は足じゃないんだよな。足だけ動いてるのも怖いな。いや、これが操作しないからさ、ちょっとなんか、あとなんだっけ、なんか心臓と何かを見つけないといけないんだよね。どこに進むかもわかんないしさ、なんか3つぐらい見つけなきゃいけないものがあったはずなんですが、なんでこれ今見せられてるの。どこへ進むんだ本当に。あ、登ってみる。全然見つけてないけど登って大丈夫。あ、ダメだ、故障した部品を取り替えないと登れないっぽい。どこで見つけたらいいの。あ、調べる調べる。やったやった、一致した一致した。はめてはめて。っていうかさ、廃棄するんだったらさ、もう完全に使えなくなってから廃棄してほしいね。こんなんかわいそうやん、みんな。動いてるよあの人。ほら、全部見つかった。ダメだ、視覚ユニットと音声プロセッサーを見つけなきゃ。これね、見つけるためのね、 R2 を押すと見つけるためになんかこう次の視点を操作するものをね、あ、あったあった、導いてくれるシステムが壊れちゃってるんですよ。ダメだこいつ、ダメだ。なんかもうどれを見てどれを見てないかがわからなくなってきた。次どれ、こいつは。ダメで、暴れないで、お願い、おとなしくして、おとなしくして。ごめんごめん、君の目借りていい。違うの、目を借りるんじゃないのか。なんだ、暴れただけ。
だけ言うのだよ。ほら、もうこういう風になるでしょ。I won't live anymore。 停止してくれって言われ、いやでもちょっともう無理無理、怖い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 。いやでもやってあげた方がいいか。 Don't leave me。 やってあげた方がいいか。やってあげる？あ、もうできないか。やってあげた方がよかったな。申し訳ない。どうしたん、チャール？どうした？なーに？チャールがクンクン鳴き始めた。あれ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 、R1 押してたんだけどな。ああ、L1 出てたね。チェルがここにいます。お！耳を手に入れた。戻ったっぽい。OK。あとは目だけだ。あ、すごい！ちゃんと音が聞こえるようになった。雨の音が。さっきまで確かに変だったもんね、音ね。これがさ、戻らないのよ。四角ユニット見つけないとダメか。ないかな、四角ユニット。他に落ちてない？すいません。すいません、ぼやけるんです。あー、よかった。目見つけたわ。ごめん、ごめん、ごめん。引っこ抜くね。怖いよ。早く出したいよ。めっちゃ落ちてきたんだが。ね、すげえ廃棄されるじゃん。こんなに毎日廃棄されてるってことでしょ、ロボットが。かわいそう。かわいそくなってきた。目入れて、目入れて、オッケーオッケーオッケー。どうですか、何やろ。ステータス安定。おし、目が戻った。これで脱出できる。坂を登る。よっしゃ、見つけたっぽいっす。よしよし。あ、復活した。復活した。R2 を押すとね、次に行く場所を示してくれるんですよ、これ。四角ユニットを手に入れたことで、使えるようになりました。みんなになってないよね。セルがなんか、怖がってきてる。待って、登って。みんな登ろうとしてるな。そりゃみんな壊されたくないよ。みんな死にたくないもん。待って、ほら横の人も登ってる。半分しかないけど、頑張って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 。チャルが今膝の上にいます。あれ、なんか顔復活した。さっきまで顔なんかちょっとハゲてた気がしたんだけど、ここら辺見た目普通に戻ってる。なんかもっと汚かったよね。自己修復みたいなのができるのかも。え？なになに？外す？え？あ、ミスったミスった。はあ、雷鳴ってるわ。それチャルが震え出すわけだ。
怖いね、また雷だね。なんか配信やるといつも雷鳴ってんな前回このデトロイトビカムヒューマン配信してた時も雷鳴ってたんですよね。あ、このアンドロイドっていう、アンドロイドだと証明するこのクルクルを取ったんですね。これでもう見た目完全に人間だからさ、アンドロイドだって言われて暴行振るわれることも差別されることもないね。My name is Marcus. 怖い、怖いね。普通に服着ちゃえば人間だもんね、どう見てもね。そっか、あれを取ることで人間として生きていくって感じなのかな。いやー切ないね。これはあれ分岐点でも、これも存在するな、分岐点。多分最終的に到達する場所は一緒なんでしょうけど。あー、これね、アンドロイドが殺してほしいっていうやつね。そこぐらいですね、多分ね。そこぐらいですね。あ、カトさん来てくれたね。カトさん、ありがとうございます。ようこそ。キャルーって言ってくれてる。そうなの。またさ、今ね、雷鳴り始めちゃってて、前回配信した時も雷鳴ってたと思うんですけど、またちょっと雷鳴り始めちゃって、震えてます。今日のエミさんの衣装は何かのコスプレですか？って言ってくれてるね。なんかね、私服としてなんかチャイナっぽい私服ドレスみたいなやつを買ったんですけど、なんかね、チャッチくて結構作りが、だからこういう配信でしか使えないかも。私服として着るにはね、ちょっとね、なんていうのかな、なんかチャッチかったんだよね。私服として買ったんだけどさ、ネットでね、届いたやつがすごいチャッチくて騙されたわ。だからなんか、まあコスプレっぽい感じで着ようかなって思ってますあ、ちょっともう私ね、この配信を見てくださった方わかると思うんですけど、これ前回の配信の時にこの人を1体殺しちゃったんですよ。で、今日の配信でも私1体殺しちゃってます。多分私の分岐点間違えてアンドロイドにまた殺されたんですよね。あそこかな、そこっぽいですね。なんだこのだだっ広い素敵な庭は。公園か、めちゃめちゃいい公園じゃないですか。アマンダを見つける、何もなさげですね。ちゃん怖い？ないね、大丈夫よ。なんだこれは、なんだこれは。あーやばい、これほらコナーって書いてあると思うんですけど、このキャラクターの名前コナーって言うんですよ。で、デトロイトパークアベニューっていうのが、1話で配信したときに、ビルから飛び降りる事件あったと思うんですけど、あれで私が殺しちゃってるんですよ。で、多分こっちが今日の配信で殺したやつだわ。ほら、デトロイト警察署で死亡。尋問中に、アンドロイドが暴走しちゃって、銃をぶっ放すっていう、私がね、多分追い詰めちゃったんですよね。さ、選択ミスで、コナー3体目です。ただいま、3体目です。ごめん、お墓立ってるんだ、ちゃんと。2体ここに入れられてんだ。ごめん、マジ。それは明らかに私の選択ミス。多分、死なない選択もあったと思うんです。死なない未来もね。あの人だよね、アマンダさんって。あ、ユータン、ユータン、お久しぶりだ。ありがとうございます。ようこそ、こんばんは。キャルです。見切れてる犬はキャルです。
よし人間滅ぼそうって言ってた。あのあれじゃないのよ、シュワちゃんのやつでしょ。ターミネーターじゃないから。まさかの部屋着って、もうなんか部屋着にしちゃおうからレベルなんだけど、マジでなんか本当にチャッチかったんだよ。ペラペラだし、作りもね、なんか本当に安っちい感じだった。そうそうそう、一緒にビルから落ちたでしょ。で今日の配信でも鉄砲で撃たれてるから、すごい感じだけ。Connor, it's good to see you. Your predecessor was unfortunately destroyed. It knew deviants could be unpredictable, but it wasn't careful enough. I hope you won't make the same mistake. I don't intend to. When a Connor model is destroyed, its memory is transferred to the next one. But some data can be lost in the process.Avoid being destroyed. It would be better for you and the investigation. I understand. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? 変異体はどう思いました？精神的ショック？ It showed signs of PTSD after being abused by its owner.As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? まだわかんないかな。He's obviously not what I was expecting. But I don't have enough information yet to form a definitive opinion. Unfortunately, we have no choice but to work with him.What do you think is the best approach? いや、友好的にここは言っときましょう。I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, that will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous.You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Pick up the investigation where the previous Connor left off and put a stop to this. 最先端のプロトタイプだ。Hurry, Connor. There's little time.この人に雇われてんのかな。いやー、破壊するなって言われちゃったね。もう2体も破壊しちゃったんですけど、私。警察署に来ましたね。あ、すいません、アンダーソン警部補いらっしゃいます？ I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization?Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Desk? Desk? どこですか、デスクって。こっち？こっちっぽい。Oh, shit. Fucking machine could have killed everyone in the room. 誰？誰だよ、なんか文句言ったやついただろ、今。私に文句言ったやついただろ。間違えた。リードさん。違うな。アンダーソン警部補の、ミラーさん。違うな。あ、座っとるし。アンダーソン警部補のこの人じゃないでしょ、明らかに座ったし。ここかな、この辺ないね、この辺。お、アンダーソン警部補の、見つけました、ここですね。Excuse me.
Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. いつも昼過ぎ出勤ですか？そんな自由でいいの、警察官。探索していいって。よし、探索しよう。探索だーい。探索だーい。メタルが好きなんだ。メタル聞いてんですけど。電話をかける。Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Whatever. なんか一応残しとこう。Lieutenant Anderson, this is Connor. I'm the android sent by CyberLife.It's almost noon, and I'm waiting for you at the office. いや、怒りそうだな、あの人。We really need the forensics. そう、酔っ払い刑事、そうそうそう。スタンプ使ってくれてる。酔っ払い刑事よ。昼から出勤とはいいご身分だな。あ、なんかありますね。手がかり探していきましょう。反アンドロイドのスローガン。やっぱあの警官もさ、アンダーソン警部補もさ、ちょっとアンドロイドに対して当たりがきつかったんですよ。だから多分ね、ロボットのことよく思ってないと思う。犬の毛。犬飼ってんだ。セントバーナード飼ってるわ。あ、ドーナツじゃん、美味しそう。カロリーまで書いてある。コーヒー洗おう。そのまんま飲み残さないでさ。いろはもみじ、オッケー。彼について分析した。まあ、有効的にね。お、来た。遅いよ。I'm the android sent by CyberLife. God, I saw you get shot in the head last night. My predecessor was unfortunately destroyed, but CyberLife transferred its memory and sent me to replace it. This incident should not affect the investigation. Oh, Jesus. Hank. Jesus. In my office.ついてこう。I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night.This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I got to be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit!The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay.
I'll pretend like I didn't hear that, so I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. I would like to start reviewing the case files. Can you tell me where I talk to Hank? Close the door on your way out. Have a nice day, Captain. Have a nice day. いやー、ちょっとやっぱみんな結構アンドロイド絡みの事件やりたがらないし、アンダーソン警部補もプラスチックの塊なんて言ってアンドロイドめっちゃ嫌ってますね。なんか過去にあったのかな。でもまあ多分この仕事を受け負わないとアンダーソン警部補はバッジを取られて懲戒免職になっちゃう的な感じなんでね。反アンドロイド派かって言ってくれてたね。書いてたもんね、反アンドロイドって。マイク・タイソン。すごいいかつかったね。新しいコナーについて。I understand the destruction of my predecessor may have been unpleasant for you, Lieutenant. I'll do everything I can to make sure it doesn't happen again. ポジティブにやっても怒られそうなんだよな。パートナーにしよう。Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. いや、ポジティブ。いや、ポジティブ。デスクに行こう。Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. よりによって前の席か。いや、なんかポジティブに接してもね、この人は多分言うこと聞かないというか、なんか話したくないオーラ出してたしな。とりあえず座ろう。あ、ちょっと過ぎてます。普通にいるんだね、やっぱアンドロイドはね。え、雷まだ鳴ってる？鳴ってるか？座ろう。もう鳴ってなくない？ここはさっきついてた犬の話しよう、犬の話。How do you know that? The dog hairs on your chair.ミスタグマ。I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? え、なんだよ。あ、教えてくれた。わかった。Sumo。相撲？相撲だって。お相撲さんの相撲かな。ちょっといい感じ。さっきバスケットボールのなんか写真もあったんで。好きそうな話をしましょうか。Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. Metal, I It's full of energy. You listen to heavy metal? Heavy metal. Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. 上がってる。よしよし、バスケットボール。You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game?That's what I was watching at the bar last night. いや、墓穴掘ったか。Oh. 下がっちゃった。聞いちゃダメだった。あのバーで見てたんだね。下がっちゃった。アンドロイド嫌いの理由聞いてみたいね。A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah.There is one. ダメだった。聞いちゃダメだった。あんまり
詮索しないようにしようか。もう捜査始めよう。もうなんかこれ以上墓穴掘りたくないんだよ。 If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. Terminal's on your desk. Knock yourself out. はーい、アクセスします。おしゃべりません。いやー、でもほら、さっきあのおばあちゃんのアンドロイドとかがいなくなったみたいな事件は以前は多かったけど、今はもう暴行とか殺人とかが多くなってきてるって言ってましたね。なーにー、あ、ちょっと待って、さっきの見てない。アンドロイドに家を残して出勤したが、アンドロイドが失踪していた。これは普通の失踪。これは容疑者。レストランでウェイターとして働いてて、襲われた。突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。複数の部屋を荒らしている。成人用アンドロイド、この人も失踪。自宅で死亡しているカール・マンフレッド、息子と所有していたアンドロイドが争った後死亡。息子はアンドロイドが暴力的な様子だったと証言。アンドロイドはプロトタイプ。現場に駆けつけた巡査に破壊された。え、これか、あれ、これあれじゃない、違うか。違うか、カールじゃなかった。だってあの人、あの坊主の人、廃棄済みって書いてあるし、ほら被害者レオって書いてある。さっきのあの金持ちの家の絵描きさんですよ。何をしてるんだ、さっきからずっと。I know you didn't ask for this investigation. プロプロ。But I'm sure you're a professional. ダメだ。You go fuck yourself. ダメだ、ミスったかも。魚でさせた。ダメだったかも、今の選択肢。毅然。I've been assigned this mission, Lieutenant.I didn't come here to wait until you feel like working. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. 今の選択肢どれ見ても怒るでしょ。 Sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that attacked the guy last night. It's been seen in the Ravendale district. I'm on it.もうすぐ暴力なんだから。すぐ暴力振るんだから。みんな、チャール大丈夫？雷鳴ってる？鳴ってるかな。あら、汚い言葉使って使ってたかな。はてはて。あと15分ぐらいあるんでね、ちょっともう1話ぐらいいけるかな。これなんかどんどん先が気になるね。面白いからさ、本当に映画見てる感覚でどんどん話を進めてしまう。